はい、どうも皆さんこんにちは、人です。ということで今回はね、阪神が、もう一人助っ人外国人取るというふうに前々から言ってたんですけども、ジェリーサンズ選手に決まったんで、彼の成績っていうのを予想していきたいと思います。彼は、外野手で右投げ右打ち、ちょっと年齢的にはいってますね。32歳、メジャーリーグでの経験は、そこそこありますね。特に2011年結構試合に出ましたけども、メジャーリーグではあんまり通用したとは言い難い成績ですね。ただ一応メジャーでは通算10本ホームラン打ってるというところで、2018年シーズン途中にね、韓国球界 KBO 行きまして、でこれ KBO の成績が貼ってないんですけども、ここ載ってないんですけどもね、 KBO で、2桁本塁打で、この時打率3割1分とかで、翌2019年、今年ですね、打点王ということで、打率3割ホームラン28本、成績で打点王ということで、KBO で活躍した選手なんですけども、阪神に来るということなんですが、KBO からね、阪神に入団した選手といえばロサリオを思い出しますね。僕はロサリオに関してはあんなに外すらくるくるするのかと思って、あんなに止まんないのかと、ぶっちゃけ MLB で結構実績を残したロサリオがあんなにね、外すらにバットが止まらないのはちょっとこう悲しかったりもしたんですけども、ちょっと不安要素もあると思うんでね、その辺の話をしていきたいと思うんですけども、彼に関してはね、とりあえず、マイナー時代の成績を見ていきますが、割とコンスタントに2桁本塁打を打ってまして、長打力っていう点では文句はないかなというふうに思いますね。で2018年 AAA で3割1分、この活躍がね、理由で、多分 KBO の、も獲得しようというふうに思ったんだろうなというふうに思うんですけども、あとはね、フォアボールもまず、選ぶので、そんなに選球が悪いっていうことはないのかなと。で、三振に関してはちょっと多いかなと。三振はするタイプのバッターですね。それも性格的な問題なんで、でも三振はしてしまうところはしょうがないかなというふうに思いますけども、で、ジェリーサンズの特徴なんですけども、左にめちゃくちゃ強いんですよね、メジャーリーグ通算でね。右にはめっぽう弱いですが、左相手だと無双してますね。2割8分でホームランもね、6本と少ない打席数ですが、右と比べて少ない打席数で右よりも多くホームラン打ってると。もうとにかく対左ではもう圧倒的です。ここだよね。だから逆に言えば右ピッチャーが弱点っていう風に見ることもできるから、対右をどうしていくのか、対右に対してどうやってこう対処していくのかっていうのはすごく厄介かなというふうに思います。でホームランもね、基本的には引っ張りが多いですね。当然ですけども、打球方向に関して、逆方向にも3割ぐらい打球が飛んだりするんだよね。そこがちょっと面白い選手っていうか、長打はね、ホームランはその逆方向は2本、メジャー通算10本のうちに2本しか飛んでない、2割しか飛んでないけど、でも逆方向にはヒットが3割ぐらい飛ぶんだよね。ずっとコンスタントにそんぐらいの数字を記録してるんですよ。だから結構その逆方向にこうヒットを打つ技術っていうのもあるのかなっていうふうに、思うところですね。引っ張り一辺倒じゃないっていうところは面白いかなというふうに思いますね。気になるスライダー問題なんだけど、スライダーに対するこれコンタクト率なんだけど、ヒートマップで、これ見てもらうと、スライダー、やっぱ外スラは誰でも苦手だから、コンタクト率は下がるのは当たり前なんだけど、でもそこまで悪い数字ではないかなというふうに思うので、で特にこう、高めのスライダーに関しては結構いい数字がね、コンタクト率だけで言えばそんな悪くないというか、むしろいいので、スライダー自体をそんな苦にしているという感じではないのかなっていうふうに思います。で、得意コースは基本的にはインコースかなと思いますね、この感じは。インコース低め、この辺が危ないバッターかなっていう感じですね、傾向としては。で、球種ですけども、スライダーに対しては若干マイナスの数字は残ってはいるんですけど、チェンジアップに強くて、で速球系に対して若干マイナスの数字なんで、変化球への対応力、速球に弱いけど変化球への対応力は
あると見ていいのか、まあちょっと気になるところです。カーブもね、まあそんな悪くない数字なので、あとスライダーですね。でもスライダー、どうだろうね。まあ良かったり悪かったりするシーズンありますが、まあ、そこかな。変化球の対応力というか、まあ速球には弱いけど、変化球はさばけるんじゃないかっていう感じですね。で、守備位置ですが、まあ、一塁とかいろいろ結構守ってはいるんですよ。三塁守ったりもしてるんですけど、韓国球界では基本的に外野で使われてて、で、韓国 KBO で一応ゴールデングラブ賞、韓国野球委員会ゴールデングラブに2019年ゴールデングラブ賞でサンズ入ってます。まあ、守備うまいのかと言われると、ちょっと韓国球界でポジションどこで起用されてたかもちょっと、あんまり承知してないんですけども、把握してないんですけども、レフト、ライトが、まあ、メジャーでは多くて、で、レフトは D、うずらマイナス、DRS マイナスっていう数字で、まあ、結構マイナスなんですけど、がっつりとした。外野、ライトになると、まあ、うずらいいんですよ。で、まあ、DRS マイナス1ぐらいなんですよね。だから、ライトうまいのかなと。あんまレフトはあんま好きじゃないのかなみたいなって感じですね。ライトの数字はいいんですよね。だからライト、まあでもね、まあ阪神、まあレフトだよね。阪神で起用するとなると、まあレフトだと思うんで、ね、ボアをね、新しく助っ人で取って、彼一塁しか守れないんで、サンズ取るとなったら外野で使うしかない。で、まあぶっちゃけね、まあ糸井ライトをやめてライトにサンズ回すっていうのも、まあワンチャンありかなと俺はちょっと思ったりもした。まあ実際どれくらい守れるかわかんないんでね、なんとも言えないですけど、まあライトの守備はそこまで下手じゃない可能性がある。で、肩に関しても、まあ結構というか、まあ一応そんなに悪くない数字なので、肩もね、まあ評価できるというふうに思うんで、まあどれぐらい守れるのかっていうのはちょっと気になるところですかね。ということで、まあそんな感じですかね。言い残したことは特にないかなと思うので、はい、成績の予想になっていきますけども、これ上の数字がですね、これインターナショナルリーグでの通算成績をもとに、予想したもので、下のものがこれ MLB での通算成績をもとに予想したもので、一番下これがですね、ロマック算というものがこの世にはありまして、ロマックが日本球界に残した数字と、その後 KBO に行って1年目に残した数字を比較して、それによって計算すると、意外と韓国から来た選手の能力を測れるんじゃないかみたいな、まあ結構適当な計算なんですけど、がありまして、実際それでロサリオの数字が結構近かったっていうのがあるんで、まあロマック算だけで、数字をぶち込みました。まあ、500打席とか立たせてるんで、ちょっと数字が変なことになってるんですけど、ロマック算に関してはこの辺の数字はどうでもいいです。この辺の数字どうでもいいんで、この三振率とか、あと打率出塁率、まあ、この辺を見てもらえれば、いいかなっていう風には思います。はい、ということで、まあやっていきますが、やっぱりね、彼の本質的にはやっぱり打率はそんな高くないバッターですね。インターナショナルリーグ通算2割4分8厘、MLB 通算2割3分8厘と、PCL の成績、PCL でも結構試合出てるんですけど、まあ何度も言ってますが、まあ、PCL はやっぱり打撃成績が上がりやすいっていうのがあるんで、まああえてインターナショナルリーグと MLB でだけで成績を予想してみました。で、まあロマックさんはちょっと完全にノリですね。はい、でやってしまった感じです。で、まあ三振の数に関しても、まあ、やっぱり少なくはないというか、まあ多い方なので、まあそうならざるを得ないというところはありますね。まあ、三振は多いですね。まああと右バッターなんで併殺もまあ多いというところですけど、まあ選球眼という点に関してはね、平均以上のものが期待できるかなというふうには思います。はい、ただ選球眼が必ずしも必要な能力とは限らないということですね。はい、で盗塁もなんか昔は結構走ったりしててね、まあ足も遅くはないと思うんだけど、ただ盗塁は下手ですね。通算で見てもあんまりこう盗塁結構挑戦するけど、まあ、失敗もするので、
まあ、ちょっとあんまり盗塁がうまいとは言い難いところがあると思います、はい。で、まあ、肝心のホームランになってきますけど、26本と19本と、まあ、2019年の KBO、 あの韓国球界はその今までの韓国球界はすごくこう蛇行で打者が有利って言われてたんだけど、2019年は韓国球界一気にボールをね飛ばないようにしようという決断をしまして、まあ、飛ばないボールを選択しましたね。日本の統一球を思い出しますけども、その結果韓国球界全体にホームランが減ったというところもあって、まあ割とね、だからホームランの数っていうのは信頼できるんじゃないかなと思ったりもしてるんですよね。だから28、韓国球界で去年28本っていうところで、まあ、で今回そのインターナショナルリーグ通算での成績予想26で、まあ、MLB はねちょっとあんま通用しなかったところもあるんで、まあ、ちょっと数字も小さくなってしまうんですけども、まあ、19本、それぐらいの数字期待できるかなと、まあ、30本っていう数字になってくるとちょっとね、だからどうなんだろうというところになってくるよね。うん、まあ、韓国球界で28本だからね。で、彼自身、まあ、一番ホームラン打ってたのが、この2011年 PCL の29本で、これ、普通にもっと試合出れば30本普通に打ってるペースではあるし、なんなら40本とかいけたぐらいのペースではあるんだけど、これが PCL であるっていう点とかね、加味する。25本ぐらいかなと。25、6本みたいなね。ホームランそれぐらいかなって感じの予想をしています。で、まあ打率もまあ2割4分、2割5分ぐらいで、まああんまり高くないけど、まあ、高くないけど、その代わり、まあフォアボールはよく選んで、まあ出塁率は高いよっていう感じですかね。どうなるか、サンズの起用法だよね。てか外野手じゃん、外国人選手どうやって起用していくのかっていう問題ですね。まあ俺的にはボーは一塁で確定でいいと思うから、だからマルテを外野に回すか、てか外野手マルテとサンズで争うっていう形になんのかな、俺個人的には。まあマルテ三塁守らせるという手もなくはないんだけど、まあマルテの三塁も、どうなんだろう、ちょっとまあね、どれぐらい守れるか分かんないし、まあ基本的には外野をマルテとサンズで争うことになると思うんだけど、まあ俺だったら去年マルテがね活躍したじゃん、やっぱり去年終盤シーズン数字上げてきたし、やっぱ日本球界に適応したところはあると思うんだよね。だからその日本球界に適応したマルテを信じて見るっていうのが無難かなって思います。でサンズに関しては、まあもちろんね、韓国球界ですごい数字残したし打点王だし、まあそこはまあもちろん起用する価値は十分にあるとは思うんだけど、マルテも去年そんな悪くなかった、まあ、やっぱマルテなんだよね。マルテが別に悪かったわけじゃないから、起用法にめちゃくちゃ悩むよね。だからもうあれか、一塁ボーア、レフトマルテ、ライトサンズ、外国人選手3人、まあ、3人全員使うっていうのもありかもしらんけど、うん、まあとにかく、まあ彼は2割5分25本ぐらいのバッターかなというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、今回はそんな感じで、まあ、サンズ選手の成績を予想してきました。なんかね、韓国球界でゴールデングラブ賞取ってるしね、守備うまいんじゃないかな、うまいのかな、どうなんだろう、まあ、でも守備うまい説はあるんだよね。だからもしかしたらそこでこうマルテに勝てるかもしれないね。マルテはね、まあ、あんまり守備うまくないっていうことになってるから、一応、まあ、もしかしたら守備面で、マルテに勝てるかもしれないというところですかね。はい、ということで、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。